ややまて八山ややまは、日本の詩人。九州帝国大学在学中、同人雑誌、功労主催。福岡県福岡市出身。福岡県立周遊館中学、福岡高等学校を経て、九州帝国大学農学部繰り上げ卒業。福岡高校在学中から当時、日野足平の率いていた、九州文学同人となり、九州文学。 文芸首都などに、シアエッセイを掲載。この時期1938年7月、福岡高校生であった八山は、九州文学を、詩人の立原道三に送り、文通をはじめ、当時立原が秋としていた、詩詩、午前への参加を誘われた。1939年、第一詩集、君子王を上司。この頃、安田四十郎、太宰治,治、段和浦。 日本ロマンパの作家、評論家を愛読する。九州帝国大学入学前後は、日の足兵批判を行い、九州文学を脱退し、新たに、福岡高校卒業生や九州帝大在学生と、共に、功労相関する。同人には、島落としを、真鍋呉れを、阿川博之、中太郎、小島直樹、一眼将らがおり、周辺には、伊達徳夫がいた。 小路総監号には、立原道蔵の矢山宛書館が、詩人の手紙と題され掲載された。1940年、第2詩集、友達、第3詩集、棺ぎを相次いで出版。1942年、陸軍入営。両肺が侵されていると診断され入院し、除隊。この頃、失意大きく上調不安定になる。1943年1月29日。 自宅から1キロほど東の住吉神社でラジオ体操をした帰り、西鉄大牟田船役員駅、西鉄平尾駅間の上り踏切で列車に轢かれ死亡。自殺であるとも事故であるとも言われている。改名は、指針院、釈哲脇工事。ありがとうございます。